何事にもやっぱり光と影があるんですが、ここね、今回この PT で取り上げていただいている、まあ、インターネット上のこういじめというも誹謗中傷みたいなものに関して言えば、これは負の側面としてずっとあります。また、サイバーセキュリティとかフェイクニュースとか、まあ、そういう問題も全部付きまとうんですが、やはりこのインターネットというものはやっぱり使う方のメリットが圧倒的に大きいので、そこを乗り越えていく知恵を結集しなきゃいけないということだと思います。確かに最近ネットを見てますと、見なかった方が良かったなというようなことも実は多いし、精神衛生上良くないというのは国会議員の皆さん経験してると思います。ただ、まあ我々いくら叩かれようが、まあ、そういうものには慣れてきてる体制があるわけですが、そうじゃない方々にとってみれば本当に重いことだと思います。その意味で今回、やっぱり世の中の世論を動かしていくということも大事で、社会的にやっぱりこれをどう考えるかということを、国民一人一人がやっぱり問う機会にもしていただきたいと思います。まあ、そして関連する法律に関して、政府に働きかけるよう、三原座長のもとで皆さん、またご協力いただくことをお願いして、挨拶にします。ありがとうございました。